あ、おはようございます。岩山朝霞 YouTube です。週刊運輸をやります。お相手は、はい、三好です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ホチキスで立方体を作るのがありまして、で、今、割と TikTok とかで流行ってるそうで、なんですよ。まあそうなんですけど、実は、あれを一番最初に考案したのが、まあ、岩井だと思っているので、じゃあその辺を話してって、で、今、まあ、岩井が直接配ってるのあれです、あれなんですけど、それのパズルを配ってはいるので、それもご紹介しようかなと思っていますです。じゃあ、まず、はい。ホームページのその一番最初のやつをブロ出しグてでます。すかね。はい。はい、そうですね。2006年の9月。そう、2006年なので、何、16年前とか、17年前とかですね。で、その下の方にスクロールしてもらっていくと、これを18本ですね。ホッチキス18本で作るという、作れる4って書いてある。で、手で持てる4とか書いてあるんですけど、これが最初に、まあ、この18本版ができたやつですね。で、TikTok で上がってるのは、もしかすると18本版じゃなくて、ここが何本か抜けてる、1、2本抜けてる緩いやつなのかなとは思う。これは無理くり18本でグリグリって組んであるんで、かなり丈夫ですね。いや、私もこれ岩井さんの見ながら作ってみましあ、たけちょっと待って。ど。最後のね、一個はめ方が。はめ方がなんかちょっとまあ、しょうがないんですけど、まあでも、もともとホチキスなんてノリで 剥がせてあるんで、まあノリで付け返せば元に戻るじゃんとかって、ここには言い訳が書いてありますけどね。なんかセロテープで留めてもいいですね。はい。セロテープで留めてもほとんど見えないというね。いや、でも、それでやるとしっかりして、すごく。そうですね。そうなんですね。留めとくとね。で、じゃあまた、岩井カメラに戻してもらって。よいしょ。あいで、あ、こう、あ、これが実際のやつですね。これがね。でも、ずいぶん昔に作ったやつなんで、錆びてるっていうね、この年期間がすごいですね。あ、どっちだ、こっちかな。すごい。あれで、結構丈夫で。まあ、投げると壊れるんですけど、転がすぐらいなら大丈夫ですね、これがね。というのをやっていまして。で、皆さんなんか、どれが最初っていうのをみんな動画の軸で語りたがるんで、一番最初に作り方を、上げた動画がありまして、それが2000、何年かな。6年前。6年、あ、2016年に上げた動画がありまして、それは流せるかな、そこ今。はいはい、共有しましょう。あ、そうそうですね。で、まあ、アドレスは後で概要欄に書きますけど、あ、これがもう、そうですね。立方体を作ります。で、マックスの10ってやつを使いますね。ナンバー10。マックスがいいです。よくあるやつではすい。ね。全部見てると長いので立方体を作る。こんぐらいある。ああ、そうですね。じゃあ、まあ、最後の辺にスクロールして、出来上がってるとこを見よう。まず、まあ、でも最初のこの感じ、下のなんか面を作るんこう、ですかね。W 型にしてから、あ、そうですね。みこんなね、3、なんか3つでかませると、結局、横のなんですか端ね、が出てしまいます。出るじゃないですけどね。なんか、もうすでになんか一面があるじゃそないうでですね。ちょっと持てるようなんですよね。なんとか長さ端がちがょうどいいのがいいですよね、こあ、れね。そうね。これが多分ね、日本のホッチキスのマックスの10とか、あとなんか黒曜の何番とかは合ってますね。アメリカで買ってやろうとしたらできなかったですね。あ、まあ、こんなもんアメリカに行って買えばいいやと思って、あ、なんか紹介するのでね、したらアメリカのホッチキスのサイズが全然合ってなくてね、もうその年は紹介するのやめちゃった。一本外最し後まましで飛て、ばします。あ、飛ばしましょう。いきます。いいよ。
なんだろう、段ボールの底をこうかませて入れるときに1個はどうしても飲んなきゃ入んないよね。そうですね、でこれをですね、あ、すごい、内側からですねこうやって入れます。これ入ってますね。これも最後にこれをグリンって入れると、ちょっと短くしてあるんですよね、出来上がるんですよ。あ、あの一歩を折らないと入んないんで、その方を、うん、すごいじゃないですか。お、できた。出来上がるとですね、結構まあ丈夫な感じになりますね。そういうやつですね。あ、はい、でもじゃあ動画は終わり。はい。で、まあ、し、次目のとこだけ、セロテープ。次目のところだから、きれいに揃えたらそうでしょう。あ、そうですね。そして、実はそれで、あの、G4G っていう、G4G っていう、あの、ギャザリングフォーマーチンガードナーという、あの、イベントがずっと2年ごとにやってたんですけど、あの、で、G4G40 っていうのね、で、それがあの、アトランタであるやつで、250人ぐらい参加する、あの、パズルと、マジックと、数学の、なんかこうミーティングなんですけど、でそれに参加するにあたり250人分のこのパズルをねお土産で作りまして、作ったんですけど、あのですね、コロナでなんか会自体もなんかこうなくなっちゃったりして、で延期されたりしてですね、その後はつまりで言うと G14 はあの去年行われたんですけど、その時はいわゆる結局参加せずで、ね、この お土産が250個余ってるんで、最近配り始めました、これは。なので、まあ、祝いに会った人はもらってくださいという感じですね。はい。で、だいたいこんな話かな。これは、あの、普通のポチキスの針で、ポチキスの針に案内をつけまして。あ、案内がついてる。案内ついて、ここを、二次元コードに飛ぶと、あの作り方のページが書いてあります。なるほど、なるほど。岩井さんからもらうか、自分で作るかということです。あ、そうですね。この、これをあの、この、あれ？こうか。これをあの、マックス10を買って、このアドレスに飛んで作り方がやれば覚えられるという感じですね。はい。あの、なんか、TikTok のやつは早作りみたいな感じでやってみて、音楽つけてみて、あんまり見てもないんですけど、これ配り始めたら、岩井さんそれはネットでやってるやつですねって言われてね、あれそんなことしてねえのにねっつって、さらここ数ヶ月で流行ってるらしいんで、なんかちょっとなんとなんかこのなんつうの、あの猿が芋を洗い始めたのはどこの猿でもなくて、みんなで一緒に同じタイムで洗う。この言葉は後藤さんだってねえのかね。17年前でしょ。まあ、それより早かったっていう人がいたら、あの、名乗り出てもらうことにして。ああ、多分ないですね。ないし、実績で言えばやっぱり祝いのしか紹介、あ、なんかパズルの本でも紹介されたし、もはや、ま、その G4G13 とかではみんなであの、なんつの、参加した人と一緒に作ったり、なんつうの、そういうのってなんだっけ、ワーキングショップじゃない、ワーキング、ん、ワークショップ、ワークショップだ、ワークショップとかやってますんで、まあ、かなり実績はありますね。なるほど。話で、まあまあ、じゃあ、まあ、時代を先取りしすぎた男。先取りしすぎたっていうか、これをそこに流行らせる覚えもなかったんですけど、まあまあまあ、まあ、これ面白いな、つってね、確かに。うん、という話でしたね。どうもありがとうございました。はい。はい、よろしくお願いします。